リピーテッド、星さん。毎朝起きると20代の頃まで記憶がリセットされるニコールキッドマン仮名で自分が記憶喪失になったのか？記憶喪失の原因になった自分を殴った犯人は誰なのか？を探す推理サスペンス。この映画は登場人物もロケ地も非常に少なく低予算映画の鏡のような作品であり、そのような低予算で大ヒット狙う新進気鋭の映画のような勢いがあります。ストーリーラインがディモールとベネであり、一番初めから登場人物誰もが疑わしく感じますし、新たに出てくる登場人物も全員すねの傷を見せてくるので、視聴者は最後まで誰に対しても気の抜けない空気感を作り出しております。何よりも問題のが物語後半で犯人がわかるのですが、その後も主人公の記憶がリセットされるという設定を利用して視聴者に対してハラハラを提供する部分がディモールとベネであり、視聴者は犯人を知っているので心の中で早く逃げてとかやきもきした気持ちにさせてくれる演出が素晴らしすぎてアンコをちびりました。昔はセックスシンボルだったが、いい年の人族のメスの色っぽいシーンがあるのですが、この物語の核心部分にうまく落とし込んでいるので、おまんじゅう派頭が立った人族の色っぽいシーンを見るたびに11月から2月の気持ちになりますが、許容範囲内です。それって不愉快？爆発もアクションもカーレースもしない映画ですが、門芸面白いのでめちゃんこおすすめ。